はい。さあここで明日の農業日担当に宿題を出そうと思います。明日はですね、坂口珠美さん。わーい。あー、うんごね、私も見ました。どういうことなんやろな、うんごをつけんの。なんかでもさ、若月がさ、もう最近じゃないで、もう若月はほんま3、4年前、もっと昔かも、もう5年前ぐらいにめっちゃうんごが流行ってるみたいなこと言ってた時があったんですよ。でなんかみんな多分意味がわからんすぎて、なんか何にでもなんか待つ、一番最後待つ日、待つ日、待つ、なんか一番最後にうんごをつけるって言ってて、でなんかそれが今若い子たちの中で流行っててすごいあ、第二次うんごブームな今が。全然わからんよな、全然わからんごみたいなこと。え、なんか単語のさ、末につけんの？なんか流行ってないよ多分あ、7年前から流行ってるんや、本当は。あ、そうなんや。でも単語じゃなくてなんか文章につけへん？なんか私その時文章につけるって言われてた気がするけど、ソンゴ、今の流行語はピエンだよ。まあ、ピエンはすごい知ってるやっと。おお、のぎょび見てるんご。なるほど。全然。はい。じゃあちょっと書こうかな。たまちゃん、たまちゃん何やったっけ、あだ名、おたまか、おたま。え、おたまがすごいなんか言動がギャルなんでしたっけ。いや、なんていうの、 JK 語っていうんかな、ギャル語、ギャル語っていうんかな。ギャル語、 JK 語、JK 語で通じるかな、若者言葉。あー、なんか難しいな。どっちもいらっしゃいますね、ギャル語も JK 語も。それはあやめちゃん、あやめちゃんがギャル語なんやったっけ。で、おたまは JK 語、おたま JK 語でいいか。はい、これにしたいと思います。明日のたまちゃんへの宿題はこちらです。じゃーん、おたま JK 語でコメント返し、よろしくお願いんご、ほならバイピチっていうことです。うまいんじゃないこれ。よろしくお願いんご、よろしくお願いんご合ってるのかな、合ってるかな川語そう、私も JK 語がなんかバイピチしかわからんかったから、ちょっとこれしか書けなかったそれはか、でも私結構さ、なんかひなちゃんがさ、めっちゃ乃木坂でめっちゃバイピチバイピチ言ってて、結構打つって、でも何人か使ってる気がすんねん、バイピチって。毎中も使っても絶対バイピチって、結構流行ってますよバイピチ。ああ、カーゴしか勝たん、なんか何々しか勝たんもなんか流行ってるんやろ。まあ私は知らんけど、全然。なんかでも何々しか勝たんってさ、すっごい昔なんか、なんていうの、なんかオタクの皆さんが使ってんかった、なんか私もようなんか使ってた気がするけどな。なんか、え、なんかアニメのキャラとかさ、自分が好きなキャラがなんかすごいいい活躍をした時とか、なんか何々しか勝たんって言ってたの。はいはい、ではですね、ここでまず前回の配信メンバー松村さんからの宿題をやりたいと思います。じゃーん、おたま JK 語で
コメント返しよろしくお願いんご。ホラナバイピチ松村シャユユン、かわいいありがとうございます。かわいい、文字から文字だけでかわいいですね松村シャユユンさん、かわいい、大好きです、大好きです。でちょっとご覧ください、あのね JK 語でって書いてあるんですけれども、乃木中でもなんかすごい民いっぱいね JK 語を言っていたようですけれども、一つごめんなさいって感じでね、私もう JK じゃないんですねもうねあのね JK ぶって すまんって感じ、本当にね困っちゃいますねびっくりですか、そま、そう合ってる、そま、卒業したもんね、そうなの、私は、なんだろう、でももう返してるもんな、じゃあ返しますね、いっぱい。今日のお昼は何を食べた？今日のお昼は、あ、焼きそば食べたんごねえ、本当にね、もう JK じゃないんですだけど、タミの高校の時のお友達たちはみんなあのまも使うし、そまも使うし、本当にねいっぱい使うんですよ、パオンも使う何時に起きた？何時でしたかな、9時ぐらいに起きたんご、あと起きたなりとか言うりも使いますよ、なんかもうね普通なんです、パオンとかピエンとか絶対高校生の方とか、まあ私はもう JK じゃないんですけれども、さあ絶対わかると思う、もうみんなもう世界中のね高校生が使ってるもうふふ梅大好き大好き、そう梅大好き、もう愛してる愛してる、大好きですよ、でもめっちゃ怒られるのてな感じでコメントをひょひょ返しましたすごい、もうコメントが全部大好きとか大好き大好きばっかりですね。蓮華はギャルンゴ、蓮華はギャルンゴ、本当にねあのタミと蓮華が一緒にいるともう多分うるさいと思うです、でも結果怒られてる、ももちゃんとかももんごにももんごおはようって言うとねもう激怒ですよでも言っちゃう、怒るから言う。あやめは、あそうあやめちゃんもそうみたいですよね、ギャル語使うみたいだから、あやめちゃん話そうってそう怒るからどんどん使いますよ。でデンジャーっていう言葉があって、これはでもタマミ語なんですけど、タマミ語っていうか佐藤楓ちゃんがあのメールしてて、その時に電車で行くねっていうのをデンジャーで行くねって言ってそっからもう私の中でもツボでしかないデンジャーって感じ面白いでしょ。はい、いっぱい使いました JK を、 JK じゃないけどはい、じゃあ皆さんもいっぱい使ってください。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 やるしかねえ。